6時になりました。8月17日水曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町、雲多めと先ほど言いました。雲はあることはあるんですが、下半分の雲の色がちょっと黒っぽくてですね、上空少しその青空こそ見えておりませんが、白っぽい雲に変化してますね。若干橙色を加えた感じ。 29.6 度。今日の関東地方、日中断続的に雨が降るでしょう。特に午後、広い範囲に発達した雨雲がかかり、雷を伴って激しく降るところがありそうです。市街地では道路の冠水、低い土地の浸水に注意して、急な斜面付近では土砂災害にもお気をつけになってください。最高気温、昨日より5度ほど低く、猛烈な暑さは収まるでしょう。東京都心や横浜、千葉で31度、埼玉30度の予想です。東京地方、今日は曇り時々雨、降水確率午前午後ともに 50%、 夕方6時以降 60%。 明日は曇り時々雨でしょう。雷注意報が群馬県除いた関東各地域、波浪注意報が千葉県北東部、南部、神奈川県三浦半島、伊豆諸島北部に出ています。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。昨日も暑かったですね。そうですね、いやなんか僕本当走ってるんで、昨日の夜はちょっときつかったですね。夜でも、はい、今朝もだってまだもわっとしてましたしね。そうですね、まあでもなんかどうでしょう、朝5時ぐらいに家の、ね、はい、外出たんですけど、なんか若干そろそろピークは過ぎたのかなっていう感じはちょっとしましたけどね。今朝は声もね聞こえ始めたんですよ、ね、そうですよね。今日はですね、昨日と比べれば5度ほど低くなる。それでも30度あるっていうのが、そうですね、ちょっとっていう私たちの感覚がおかしくなってますけどね。よかったね、涼しくなって。それでも、違うから、真夏日ですから。昔は30度って聞いたら、なんかもうめちゃくちゃ暑い印象がありましたけど、もう大変だっていうイメージでしたけどもね。変われば変わるもんですね。それにしてもベイスターズは火曜日負けませんね。そうなんですよ、なんか私が気分よくスタジオに来れるように配慮していただいているのか分かんないですけど、とにかく火曜日だけは絶対勝てみたいな。でも昨日勝ってですね、横浜スタジアムで12連勝ということで球団新記録なんですよ。12連勝ですか。はい、今までなんかベイスターズって横浜スタジアム行くと負けてたので、本当にホームなのかなってちょっと疑問だったんですけど、今年は横浜ベイスターズのホームは横浜スタジアムだったってことを気づかせてくれました、ね、そうですか、ようやく気づかせてくれたわけですよね。今朝もあのね、この宇宙を彷彿とさせるようなユニフォーム、はい、縁起がいいので、縁起いいかな、これ着てると負けないという、はい、YouTube でぜひご覧になっていただきたいですね、ラジオ機の方にも。さて、読売新聞です。西武は昨日、宇見哲也投手が今シーズン限りで現役を引退すると発表しました。来月に会見と引退セレモニーをベルーナドームでの試合で行うという予定です。宇見投手、2003年ドラフト自由枠で巨人に入団しました。エースとして通算6度のリーグ優勝に貢献、最多勝2度、最多奪三振、ベストナインなど数々のタイトルを取っています。2009年のワールドベースボールクラシックでは世界一も経験しました。そんな宇見投手が所属する埼玉西武ライオンズですが、今年の夏の甲子園の優勝候補筆頭に上がる大阪桐蔭との意外な関係性、これをスポーツニッポンが伝えています。大阪桐蔭が過去5回夏の甲子園で優勝を果たしているわけなんですけれども、そのうち西武はですね、3度のリーグ優勝を果たしています。森永さんが応援するこの横浜 DeNA ベイスターズ、快進撃続けてまして、去年は優勝チームのヤクルトから20ゲーム差の最下位でした。しかし昨日の時点で首位ヤクルトと7ゲーム差の単独2位ですよね。見えてきましたね。見えてきましたね。私のやっぱ予言通り、はい、西武横浜の日本シリーズ98年の再来あるんじゃないかなっていう、ワクワク感がしますけども、はい、いやただ今ちょっとねお話があった大阪桐蔭と
はい、強いっすね。強い。昨日二松学舎とやってね、まあ、残念ながら二松学舎、完封された。大阪桐蔭っていうとこうなんか強打のイメージがついついね、はい、ありますけど、なんか今年のチーム見てると走るのもすごいし、はい、守備もすごいし、なんかこんだけ強い選手を集めちゃって逆にクレーム来ないのかなってぐらい強いですよね。そうですね、まあ、ただね、大阪桐蔭とこの西武ライオンズといえば昨日、はい、まさに森、キャッチャーの森が打って勝ちましたけど、はい、この森選手をですね、あのベイスターズが取ろうとしてるんじゃないかという噂が流れてまして、ちょうど今ベイスターズにいる3人の正捕手、まあ、正捕手というか3人で今体勢回してますけど、ちょうど31歳から33歳の間で、はい、森選手今27なんで、まあ、ちょうど年齢的にはこうちょっと下に置いて世代交代していくにはいい年齢だし、はい、まあ、ちょっとね一時期に比べると打てなくなったとか言われてますけど、まあ、横浜スタジアムだったら全然20本ぐらい打てるキャッチャーだと思うんで、ちょっと今からこう、いやいや、ワクワクしているっていう。いや、これちょっとライオンズファンとしては、そうですね、文化放送で言うような話じゃないですけど、いやいや、まあ、ただライオンズファンって、はい、あの野手引っこ抜かれるのもう慣れまくってるじゃないですか。慣れてないですよ。もう大体抜かれていくっていう。毎回悲しんでるんですよ。でもなんかね、行っちゃうんだもんだって。でもライオンズは本当取られても取られても次から次にすごいバッターが生まれてくるので、いやいや、そんな引っこ抜かないでくださいよ。いや、ちょっとね、まあでもやっぱり捕手、キャッチャーってこう同じリーグ内での移籍ってやっぱこうあんま良くないじゃないですか、はい、癖とか知っちゃってるんで。そうですよね、そういう意味ではね、横浜に行くっていうのは、まあ、ソフトバンクとか行かれるよりはまだマシかな。いやいや、ってこう何かと比較するっていうのもいかがなもんかと思うんですよ。そうですね、だから今年優勝して、はい、来年の2連覇は森キャッチャーとともにみたいな。いやいや、今から早くもなんか願ためしてる感じしますけど。そうですね、私オーナーでも何でもないですからね。外堀から固めようかな。いやいや、そうですか、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。文化放送、おはよう、テラちゃん。時刻6時11分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら。日経新聞、コロナ対応7波後にらむ。政府は新型コロナウイルス対応の見直しを始めました。目下の感染拡大第7波が続く中でも感染者の全数把握を改める案を検討。全数把握は医療機関の負担が大きく、見直しを求める声は強くあります。診療にかかる公費負担のあり方なども議論となっていきます。医療現場の負担軽減と社会経済活動との両立に向けて、季節性インフルエンザ並みの運用に近づける方策を探るということなんですが、この動き、森永さん、いかがでしょう。まあ、そうですね、ここはもう粛々とデータに基づいてやってほしいなっていうところがあって、はい、結局その、まあ、ある意味新型コロナっていうのが出てきた時に、まあ、ちょっと何もわからない当時は状態で、いろいろとこうね、重症化される方もいたし、その症状がこうやっぱピックアップされて報じられたりしてるんで、こう我々の中ではなんかすごく恐ろしい病気であるという印象はすごいあると思うんですよね。まあ、ただとはいえもう2年以上経っていて、欧米ではもろもろこう行動制限の解除とかもあるわけですけれども、まあ別に何でもかんでも欧米の真似しろっていう話じゃないですけども、まあデータ的にその季節性のインフルエンザとどれぐらいその重症化率が高いのかとか死亡率が高いのかっていう、その要はもともと最初に受けたすごい恐ろしい病気だみたいなこう印象に基づいて動くっていうよりは、もう粛々とさっき言った通りデータを見ながら、データが出てきてる、はい、まあ、それに合わせてあの変更すべきものは変更していったらいいんじゃないかなというのが私の考えですね。はい、でこの第7波で感染者急増して医療機関の事務負担膨大となっています。コロナ患者の感染情報、これを整理して報告するのに数時間かかる例もあるといいます。患者の診察に当てる時間が減って医療の質にも影響が生じかねない、まあ、こういう問題もあるようなんですね。だこういう現状やっぱり変えていかなきゃいけないですよね。そうですね、やっぱり本当にこう、最近だと私の周りでもこうちょっとこう検査して陽性でなんか体調悪くて救急車呼んだみたいな人もいたみたいな話を聞いたことがあって、逆にそれによって本当に救急車呼ばなきゃいけない人たちが待たされちゃったりとか、
まあ、あとはねこの間もありましたけども事故とかにあってそれで運ぼうとしたら、はい、PCR 陽性で受け入れ拒否されちゃったとか、そうですね、で元戻されたみたいなね、そうですよ、だそろそろいい加減やっぱ考えないと、うん、そういう変な歪みみたいなの起きてるよねっていう現実はね直視しないといけないですよね、はい、で診察の際の公費負担のあり方、これも課題となるといいます。新型コロナ患者入院勧告の対象で現在必要な医療費公費で負担しています。まあ、季節性インフルエンザと同じ扱いになるとするならば患者の窓口負担が生じるということなんですが、まあ、このあたりをどうすればいいかですね。まあ、でも別に季節性インフルエンザと同じ扱いにするっていうんだったら、はい、それいいと思うんですよ、はい、別になんかそのこの議論って別にその自己負担がどうなのかとかそういう話じゃ ないと思ってて、はい、病気の質というか、はい、まあ、どれぐらい国として強制力を持って対応しないといけないものなのかどうかっていうのが議論の対象なので、はい、当然ながら季節性のインフルエンザと同等にするという判断をするんであれば、あの患者の負担とかに関してもそれは等しくしないとおかしいよねっていう方向に行く話なんだと思うんですよね、はい、そうですね、これ、まあ、ですからまずは改めて申し上げると今おっしゃったようにデータこれを冷静に分析していくってことなんでしょうね。やっぱどうしても本件いろいろ議論を見ていると、はい、若干もう当初持った価値観に基づいた、こう印象とか感情による議論がなされている感じは、印象は受けますよね。引きずってる感じありますもんね、はい、続いてはこちら、日経新聞、中国猛暑で計画停電。中国内陸部の四川省政府は今週土曜まで大半の工場に生産の一時停止を命じる通知出しました。猛暑で需要が急増した家庭用の電力を確保するため計画停電を実施。アメリカのアップル製品ですとかトヨタ自動車の工場も含まれていて世界的な供給網サプライチェーンに悪影響が出そうです。他の地域でも電力制限広がっていて経済下押しするのは避けられない状況だということです。で、四川省の政府などが出した通知によると工業用の電力を使用する企業に生産の全面停止を指示。期間はおとといから今週土曜日まで四川省の21の市のうち19の市が対象でして、四川省にある製造業などの企業およそ 16,500 社の大半が影響を受けると見られています。これ中国の電力事情もこれ大変なことになりそうですね。そうですね、これやっぱり怖いのがですね、はい、今回そのゼロコロナ政策というかなり強力な、はい、措置を中国はやっていて、まあ、いわゆるその欧米がむしろ先ほども触れた通り行動制限の解除とかに出ていったのにもう反比例するような形でロックダウンとかをやり続けてたわけですよね、はい、でこの結果何が生じたのかっていうのをデータを見て紐解いていくと、はい、まあ、中国経済がそれで減速するっていうのはそれは当たり前なんですけど、実はその影響っていうのが世界各国日本も含めて出ていたということが、まあ、最近出たデータを見るとですね明確になってるんですね。なのでこの計画停電に関しても、もうお隣で起きてることでしょって終わるんではなく、はい、実は日本企業の工場の、まあ、操業停止とか、はい、こういうところもつながりかねないので、この外国の話だよねで終わるんじゃなくて日本経済のこれは相当下押し圧力になる可能性高いなと思ってますね、はい、で今お話出たように中国にあるトヨタ自動車の工場もですね操業を停止するよう指導を受けているといいます、そして工場の稼働を止めているといいます、まあ、これが長引けば一部車種の中国販売に影響が及ぶ恐れもあるということ、こういう影響あるんですね。そうですね、自動車の場合だとやはりその完成車作るのにやっぱ3万点とか、はい、ものによってはもっと多くの部品が使われているなんて言われてますから、まあ、かなり多くの中小零細企業にも影響が出てくると思うんですよね、で今中小零細の業績とか見ていると、まあ、やはりその足元の資源高エネルギー高っていうのは非常にこう業績を下押しさせていて、はい、かつ彼らってその大企業に対して価格転嫁がそもそもできていないという非常に苦しい状況にある中でこれが起きてしまうと、さらに追い込まれてしまうということがあるので、はい、これはちょっと他国の話だということで、無関心でいられる話ではないなというところですね。だから逆に言うとね、政府はこういうところの支援をどうしていけばいいのかっていうことも、はい、まあ、そのマクロで見たら政府はそういうことを考えなきゃいけないし、逆にミクロ企業目線で見ていくと、
まあ、足元の円安とかも考えれば、はい、やっぱり国内にある程度の生産拠点を回帰させる、移す拠点を、はい、でもちろんそれを企業だけにやれっていうのも酷なので、はい、そこに対する支援とか補助っていうものを政府が一緒にやっていく、まあ、こういうことを考えるいい機会にもなるのかなと思いますね。まあ、今森永さんおっしゃった通り、これいい機会ですよね。まあ、その怒ってることがネガティブなので、はい、まあ、あえて前向きに捉えるとすると、はい、まただってね、今後起きないとも限りませんからね。そうですね、おっしゃる通りですし、はい、やっぱりその天候がちょっとね、はい、毎年おかしくなってるじゃないですか、そうですね、日本国内見ても、まあ、そう考えると、まあ、来年ももっとひどい猛暑で計画停電と起こるかもしれないっていうのは頭を入れた方がいいですよね、はいはい、時刻6時19分です。おはよう、テラちゃん。時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。みずほ銀行が日銀に預けている当座預金の一部にマイナス金利が適用されていたことが昨日分かりました。マイナス金利が課されるのは一定額以上の当座預金で、みずほ銀行への適用初めてです。政府のコロナ対策などで預金が大量に積み上がる中、日銀の大規模金融緩和によるこの運用難を背景に当座預金を増やしたことで対象となりました。日銀が16日に公表した業種別の当座預金残高によると、7月16日から8月15日の都市銀行のマイナス金利の適用残高9030億円です。みずほ銀行によると、このうちほぼ全額がみずほ銀行分といいます。大手銀行でこのマイナス金利の適用を受けるのは2021年12月から22年1月の三菱 UFJ 銀行以来です。で、今回のマイナス金利適用で生じる負担7000万円程度になる見込みです。収益に与える影響は限定的だといいます。みずほ銀行、各種手数料の値上げなど預金者に負担を転嫁するつもりはないと説明しています。このみずほ銀行のマイナス金利、森永さん、これはどう見ればいいんでしょう。まあ、僕ら個人が気にする話ではないなと思ってますね。実際これ別に、はい、なんか初めてみずほに適用されたとかってわけでもなく、はい、三菱がね、この間まで受けてましたし、ね、はい、まあ、あと今回みずほ自身もですね、まあ、業績にそれほど大きな影響があるわけでもなく、はい、我々個人が気にする必要ないって言ったのは、結局その手数料とかに跳ね返ってくる話もないので、はい、まあ、個人で気にする必要はないなって僕は思ってます、はい、むしろこういう報道が出てくるその裏側の意図みたいなところ、はい、僕はどっちかというとそっちを気にした方がいいかなっていうふうに思いますね。これは何が出てくるかってことなんですが、みずほ銀行にマイナス金利が課される背景で、短期の国債の利回りなどがマイナス 0.1% を下回ったことがあると、日銀6月長期金利を 0.25% 以下に抑えるために16兆円を超える国債購入しました。で、市場に出回るお金が増えて、短期市場を中心に金利の低下が進んだと、まあ、世界ではこの物価の上昇の加速でマイナス金利の解除に向かう動きが広がっています。まあ、日銀だけがマイナス金利を脱却する見通しが立っていないと、まあ、こういう動きではあるわけなんですが、はい、まさにこの、はい、ここなんですね、話なんですよ、はい、結局要は僕ら個人からすればそんなに関係ない話なんですけども、はい、なんかこうマイナスなことであるというような情報をバンバン出すと、結局何があるかっていうと、はい、まあ、やっぱこの金融緩和良くないんじゃないかってなんとなく思っちゃうわけですよね、はい、で、欧米は金融を引き締めてるんだから日本もそれに続けっていう話にどうせつなげていくんだよねっていうところを、はい、まあ、もうそこまで読めちゃうので、ね、僕ら個人は気にする人ないんじゃないのと、まあ、その手数料がね、上がってしまいますとか、はい、そういう話だったらまだしも、例えば銀行が潰れそうなぐらいやられてしまいますとか、はい、まあ、そういうことならまあ分かりますけども ね別にそんな話でもないし、はい、結局そのこのニュースの裏側にはどんな意図があるんだろうと思うと、はい、なんとなくこう金融緩和を悪いものとしてイメージ付けて、ね、いや、欧米はもう金融緩和なんかやめてますよっ
っていう話なんじゃないの、はい、っていうところがちょっと見えすぎてるわけですよ、だってコロナとかに関しては欧米では行動制限解除してますよって話になって、日本国内は別にそれを見ようともしないそうです、ね、わけですよね、はい、まあ、日本は日本なんでと、でも金融政策に関しては欧米は金利を引き締めてるんだから、日本も金融緩和やめろみたいな、なんでそこは追いかけるんだよっていう話なんですよね、はい、これだからどこが得をするってこともあり得るってことですか。そうですね、だから結局誰がスポンサーなんだっけとか、誰が得すんだっけっていう話を考えていかなきゃいけないっていうことなので、私はあえてね、個人は気にする話じゃないんじゃないのと。でもなんでこんな話をするかっていうと、伝えたいメッセージがそこにはあるんじゃないのっていう、まあ、ニュースの読み方としてちょっとお話をさせていただいたっていう感じですね、はい、これ誰が得するんですかね。まあ、間違いなく銀行は金利上げてほしいですよね。はあ、そうかそうか。だって特に地銀なんてもう今ヒー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 言ってるわけですから。でもそれは銀行の都合であって、個人でね、住宅ローン変動金利で借りてる人とか、中小企業でね、融資これから受けようかなって思ってる人からしたら、金利負担が上がるわけですから、何かが起きるとやっぱメリットデメリット分かれる。じゃあこの情報を発信してる人はどっちだということですよね。はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分になるところです。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています、今から申し上げますね、今からお伝えすると、前線のですね影響で九州や北陸などで、雨雲が発達しています。局地的に非常に激しい雨が降っています。前線が停滞するため西日本と東日本、明日にかけてですね、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に警戒してください。すでに記録的な大雨となった東北でも明日大雨の恐れがあり、最新の情報に注意してください。気象庁によると、日本海に停滞する前線に湿った空気が流れ込んでいるために、東日本あと西日本中心に大気の状態不安定となり、九州北部、北陸、近畿、東海中心に雨雲が発達しています。午前5時半までの1時間に長崎の対馬空港で56ミリの非常に激しい雨が降ったほか、佐賀市で 34.5 ミリ、石川県の輪島市で34ミリ、いずれも激しい雨が降りました。奈良県、佐賀県、石川県、それに長崎県では土砂災害の危険性が非常に高まり、土砂災害警戒情報、こちらが発表されている地域があります。で、まあ、これ少し遡りますけれども、北海道近くにですね、低気圧、湿った空気、この伴う雲が広がって、昨日の未明から朝にかけて激しい雨となったところがありました。24時間のこの雨量を見ると、今金で 226.0、 おしゃまんべで193ミリなど、史上の観測史上1位の記録更新しています。まあ、大雨による被害というのは結構こう続いてますよね、森永さん。そうですよね、実際東京とかでもたまになんか夕方にドバーッと急に降ってきたりして、怖いですよね。なんかその手のつけられないような雨っていう感じですよね、なんか雨がすごい降ってるなぐらいの感想じゃなくて、はい、ちょっとこれ動けないというか、車乗ってたらもう前が全然見えないような状況で、怖いっていう感覚を抱きますよね。はい、でこの短時間に局地的に激しい雨が降るゲリラ豪雨と呼びますけれども、これが今年7月から9月にかけて去年の 1.4 倍、およそ9万回発生するという予測、民間の気象会社がまとめています。集中豪雨、半世紀で倍増した分析もありまして、専門家、地球温暖化の影響を指摘しています。短い時間でも土砂崩れなどの被害が出る恐れがあります。で、豪雨の原因となる積乱雲ですが、気温の上昇と密接な関係にあるといいます。雲、地表近くの空気が温められて軽くなって上昇気流が発生することでできます。で、上空に寒気、地表付近に暖かく湿った空気が流れ込んで上昇気流が強まることなどで積乱雲が発生するということなんですね。ということは、これ温暖化が進むと
豪雨災害がさらに増えるという、ことも否めないってことですものね。そうですね。だからこの温暖化対策ってやっぱり日本だけでどうにかできる話じゃないので、これはそのね、世界と協調してやっていかなきゃいけない話だと思いますけど、一方でその日本だけでどうしようもなんないってことは、今後も温暖化、そしてこういう豪雨の水害とかが起きるっていうのはもう前提としてもう置いてしまって、前から言ってますけども、やっぱインフラの整備にはやっぱお金を惜しんではいけない、特に日本の場合はね、本当にこういう、山も多かったりするんで、水害の種類も多いし、でそれが結局その発電に関するインフラに影響を与えてしまったりすると、それはもう経済活動に直接つながってくることなので、やっぱそこに対する投資は惜しんではいけないというふうに思いますよね。地震もありますしね、心配なところではあります。さあそれではここからですね、森永さんには政府の物価対策、輸入小麦の価格据え置きを指示、こちらについてお話を伺っていきます。政府はですね、おととい、ウクライナ危機や円安の影響で進行している物価高に対処するため、総理官邸で物価賃金生活総合対策本部の会合を開きました。総理は食料品のさらなる値上がりなど国民生活への打撃を軽減する追加対策として、政府が輸入小麦を民間に売り渡す価格について10月以降も現在の水準に据え置くよう指示しました。来月上旬に追加対策を策定します。森永さん、この物価上昇への追加対策、これはどうお考えでしょう。はい、これは実現したらですね、非常に大きいこと、国民にとって喜ばしいことだと思いますし、実際に実はこの小麦価格の抑制って過去にもやってるんですよ。なので別にその、目新しい政策を新たにやりますってわけではないので、これは比較的その実現しやすいことなんじゃないかなということで、個人的には期待していますね。で総理はですね、会合で小麦の価格について、日常の生活に欠かせないパン、麺類などの製品価格の高騰は切実だと強調、このままだと10月以降に小麦は2割程度価格が上昇する、こういう危機感を示したといいます。パン、麺類など小麦、多くの食品に使われています。ですから影響も大きいってことですね。そうですね、本当おっしゃる通りで、この小麦価格の上昇ってパンとか麺類だけじゃなくてですね、例えば菓子類とか本当に幅広く影響するんですよ。なのでこの小麦価格を抑えるっていうのは非常に大事なことだと思うんですけれども、ただ実際その私結構なんかいろんな事業者の方に直接取材させていただく機会多いんで、いろんなところにヒアリングしてるんですけど、なんかたまたまこの間パン屋さん経営されてる方にちょっと取材させてもらう機会があって、ちょうどこの小麦価格の話にもちょっとなったんですけども、やっぱその実際に事業やってる人の話ってすごい役に立つなと思ったのが、確かにこの小麦価格を抑えてもらえるのは助かるんだと。ただそのパン屋さんの目線からすると、別にその小麦価格が上がってるから辛いだけではないって話をされていて、そうやって具体的にどういうことですかって話をすると、例えばバターとかマーガリン、あとこの砂糖とか、いわゆるこの油脂とか糖類と呼ばれるものの値上がりも結局起きてるわけですよね。で確かに言われてみればパンって別に小麦で作るって言ったって、その味付けとかにだけじゃないですもんね。今まさに言ったようなものを使っているわけですから、確かに小麦価格だけを抑えられても、やらないよりはもちろんいいんですけど、十分ではないんだなっていうのを改めて感じて、そういう意味でやっぱ消費者目線から見ても、なんかこの消費減税とかね、そういう要は小麦だけの価格を抑えますみたいな話じゃなくて、結局最終消費に対してその税金払う分を減らしてあげるってことが消費者にとってはありがたいことだし、それによって消費が減らないのであれば事業者にとってもプラスなわけですから、確かになんかこの小麦価格を抑えるっていうことはぜひやってほしいし、岸田内閣としてこれを実現すれば、これは僕は普通に褒めていい話だと思ってるんですけど、ただやっぱりその小麦だけじゃないよねっていうところは、もうちょっとこう現場の声とかしっかりと政府側も聞いて吸い上げてほしいなって思いますよね。これだけでやった感出されてもって気持ちもありますね。そうなんですよ、おっしゃる通りで、もちろんそのやらないよりは全然いいので、やること自体は全然評価しますけれども、ただやっぱりその足りてないよねっていうところですよね。
はい、で総理はですね、地方自治体の生活困窮支援策などに活用されている1兆円の地方創生臨時交付金、この増額も指示、物価対策に重点的効果的に活用するため仕組みの見直しも要請したということですね。この要請どうでしょう。まあ、そうですね、はい、それもいいんですけどね、ただ結局さっきも言ったんですけど、複雑なことってあんまり考えない方がよくて、はい、やっぱシンプルな政策っていうのを打ち出してほしいんですよ、結局そのいつもある生活困窮者とかってなってくると どこで線引きするのみたいな話がまた出てくるじゃないですか。で結局その家庭の中で所得が高い人を基準にしますとか、はい、まあ、あとはその住民税非課税世帯を対象にしますとか、もろもろどっかで線引きするとなんかその本来この人入れるべきなんじゃないのって人が弾かれたりするケースもあるので、まだそう考えるとやっぱりシンプルにする、その全員がとりあえず救われるような政策の方がいいよねっていうことで、はい、もう何度も言いますけどやっぱ消費減税とかね、あとその労働世代現役世代からしたら社会保険料減免するとか、はい、まあ、給付金とかね、なんかいろいろあると思うんですよ、シンプルな方法、はい、だ危機の時ほどシンプルな方策をやった方がいいんじゃないのとは思いますよね、もう今森永さんからも何度もねお話聞いて、消費減税、この消費減税という言葉、あとその効果を聞くとこれに決まりっていう感じがするんですよね。幅広く、あの効果が出るじゃないですか、はい、だからそっちの方が楽だと思うんですけどね、やる方もね、はい、これ、まあ、ちょっとうがった見方になるかもしれませんけれども、今ね岸田政権のこの支持率が落ちてますよね、はい、まあ、落ちたら落ちたら切羽詰まるわけじゃないですか、岸田政権としても、うん、ここまで踏み切りませんかね。いやでもまだ高いんじゃないですか、その一時期に比べたら下がったって話で、別に例えば支持率が2割まで落ちてるとかそんな話ではないので、はい、まあ何もしない可能性もあるよねっていう気がしますよね、はい、まあ、その他のガソリンなどね、燃料の価格高騰を抑える石油元売り会社への補助金めぐっては予算措置終了する10月以降の対応についてですね、9月までの実施状況を考慮して対策講じるようにも求めています。で財源確保に関する話題も出てまして、新たな財源確保の手段として子ども保険の導入を模索する動きが浮上していると、まあ、これは企業や国民が負担する社会保険料に一定額を上乗せして財源を確保する仕組みで、自民党内にもかつて導入を検討した経緯がある。このアイデアどうですか。いやもうついにこんなの出てきたかっていう感じですよね。もともとそのコロナ税とかね、はいはい、防衛税とかやるかもみたいな話は僕散々してきましたけど、はい、まさか子どもっていうのを出してくるかと、ね、でこれずるいですよね、子どもって言われたら僕らはその子供大事だと思うから何とも言えないところのずるさもあるし、はい、でそもそも問題点として別にみんな子供いるわけじゃないから、 そうですね、そこに対して社会保険料的な形で取っていくのってどうなんていう不公平さもあるし、だすごくなんかそもそもなんで財源ありきでものを進めていくんだというなんか非常にこのニュースを見たときは、は出たよっていうか本性を見たりって感じですよね。そうですね、支持率落ちますよねこれね。いやでも分かんないですね、この間の選挙ね、衆院参院選ともに支持したのは国民ですからね、有権者ですもんね、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。1ドル130円台で推移する外国為替市場、物価も加味した実質の為替レート、すでに変動相場成果でのこの最安値になっています。この円安について経済アナリスト森永卓郎さんはある予言をしています。それが円安は来年の4月に終わるです。先月お父様がですねお隣の放送局に出演した時の大予言です。
森永さんは円安は短期だと見ていると持論を展開。アメリカの消費者物価指数は 9.1% で目標値は 2%、 9% から 2% まで下げるには思い切り金融を引き締めなければいけない。賃金は 5.1% 上がっていて物価は 9.1% 上がっている。つまりアメリカの実質賃金はマイナス 4%、 借金してまで消費していると現在のアメリカの経済状況を解説しています。では現在の円安ドル高いつまで続くのか。森永さんですね、私は円安のピークは過ぎていると思っている。原油価格も小麦の値段も下がり始めているので放っておけば来年の4月以降は物価が下がると思います。こういうふうに予想しています。歴史的な円安が来年4月に終わる、これはどうでしょう、信じてよろしいですか。いや、なんかちょっと前まで円安やべえみたいなこと言ってた気がするんですけど、ちょっとなんか観測が修正されてる気がしますね。あ、修正ですかこれは。ちなみに僕はもう前から言ってるし、YouTube とかにも証拠残ってますけど、まあね、このままに何もしなければという前提をつけますけども、日本はまた再デフレ化していくだろうっていうのはもう僕のね、本にも書いてるし、で円安に関しても結局金利差の話だと僕は思ってるんで、結局アメリカの消費者物価指数の総合で見た時にはもうピークアウトしてる感じに見えるし、原油もね、小麦も徐々にこう値段下がってきてるんで、まあそういう意味では金利をガシガシ引き上げるみたいな観測はちょっと薄れてきているので、まあ円安もそこまでこう150円200円みたいな一時期騒いでる人いましたけど、そんな風にはならんという話をしていたので、若干それにこの話寄ってきてるなっていう気はしてるんですよね。息子さんの方に寄ってきてるなって感じですかね。ただそのやっぱ親父のすごいところはこの来年の4月とかこう具体的なところをドーンと出すんで、結局僕みたいなこう薄い感じの話をすると、いや薄くないですよ、塗り替えられるんですよ。そっか、インパクトがね。だからそこはやっぱ、マーケティングとしてはすごいと思うんですよね。マーケティングとしては、そう、経済っていうよりは、そのネットを使ったマーケティングとか、まあ、そのバズらせ方みたいな、そういうところの専門家としては、このなんか学ぶべきところが多い、評価できる気がしますよね。そうですか、はい。まあ、今ちなみにですね、1ドルいくらかというと134円24銭あたりで推移しているということですね。あと原油がね結構下がってますよね。先物 WTI 原油見てますが、1バレル87ドル13セントと、原油市場も結構下がってますよね。これね、期間物とかだともう半年ぶりぐらいの安値になってると思いますけどね。で世界で金利引き上げの動きが広がっています。先月同じラジオ番組でお父様、一部では金融緩和策から撤退し日本の金利を引き上げるべきではないかとの声も上がっているが、森永さんはですね、今金利を引き上げたら日本経済は即死状態になると断言しました。コロナ禍で中小企業を中心にものすごい借金を抱えている。緊急的な融資、無利子無担保融資は3年まで、つまり早く借りた企業で来年5月から金利がついてくるとして まだ完全に景気は戻っておらず、そこで金利が上がったら返済できる余力がない企業は潰れてしまう。金融引き上げによるデメリットを解説しました。まあ、こういったお父様の発言についてツイッターでは、森永卓郎の逆張りすれば儲かるといった反応が出ているということなんですが、このあたりいかがですか。そうですね、まあでもこの話、要は利上げにはする必要ないだろうっていうところと、まあ、倒産件数が今後増えていくっていうのはまさに僕もずっと言ってきているところなので、やっぱちょっとこうパクリ疑惑あるんじゃないかなっていう。パクリの方ですね。そうですね、意外となんかね、僕が書いた記事とか、読んでたりするっぽいんで、ちょっとどういうことかなっていう。いやでもそれはある意味もすごいなというのは、あ、これだなと思ったらもうね、そうですね、反発もせずにちゃんと取り入れるってだからすごいですね。でもやっぱそこをシンプルにこう真似るんじゃなくて、やっぱこう過激な表面でラッピングしてこう再輸出していくあたりに、
やっぱこうものづくり大国感ものづくりしてないなラッピング大国感を感じますね。農作物はお作りになってますけどね。そうですね、ラッピング、ラッピングうまいですよね。でもラッピングで見栄え変わりますからね。そうですね、急にメイドイン拓郎に書き換えてますけど、やっぱそのあたりのブランディング能力はちょっと尊敬しないといけないなと思います、ね。メイドイン公平が拓郎に変わる。そうですね、そういうこと。水揚げ地変えたら変わりますみたいな。そういうこと。はい、まもなく7時です。7時になりました。文化放送おはよう、テラちゃん。8月17日水曜日、7時になりました。おはようございます、寺島直政です。気温は 29.7 度の浜松城ですね。風は北西の風が 3.7 メートル吹いてます。ラジオ機のあなたの周りはいかがでしょうか。今日の関東地方、日中断続的に雨が降るでしょう。特に午後、広い範囲に発達した雨雲がかかり、雷を伴って激しく降るところありそうです。市街地では道路の冠水、低い土地の浸水に注意して、急な斜面付近では土砂災害にどうぞご注意ください。最高気温、昨日より5度ほど低いとは言ってもですね、30度はあるんですね。猛烈な暑さは収まりますが、東京都心、横浜、千葉で31度、埼玉30度の予想です。東京地方、今日明日ともに曇り時々雨、降水確率午前午後 50%、 夕方6時以降 60% です。雷注意報が群馬県を除いた関東各地域、波浪注意報が千葉県北東部、南部、神奈川の三浦半島、そして伊豆諸島の北部に出ています。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。今街ではですね、電動キックスケーター、これで移動している人よく見かけます。国内企業、電動三輪車の開発に照準を合わせているというニュースもありますね。法改正により免許なしで小型の電動車を公道で走行できるようになるのに合わせ、市場の拡大が見込まれるためです。ホンダの技術者が立ち上げた新興企業のストリーモ、一人乗りの電動三輪車ストリーモを年内に発売するといいます。6月に300台分の抽選販売の申し込み、この受付開始したところ、想定上回る1200件の注文があって追加販売を決めました。道交法ではですね、道路交通法では電動三輪車、電動スケーターなどは、これ、原付バイクと同じ扱いです。ただこの2年以内に施行予定の改正、施行予定の改正道路法、道交法では特定小型原動機付き自転車という新たな分類に指定されるということなんですね。16歳以上であれば免許は必要なくなると。ヤマハやトヨタもですね、ヤマハ、あとトヨタも電動三輪車の開発を進めているという、まあ、こういう話ですが、これ普及するんですかね。なんかでも似たようなやつ、結構街中走ってると見るような三輪車なりましたよね、電動のなんか、はい、これ走って大丈夫、車道走って大丈夫なのかなって、なんか僕ここら辺知識ないんで、走りながらこうチラチラ見て思ったんですけど、三輪車で、はいはい、なんか増えてきてる気がしますよね。キックスケーターはこの浜松町界隈もね、レンタルキックスケーターみたいなのが、結構止めてあると、貸し自転車みたいなのと同じようにね、それはよく見かけるようになりましたけれども、ということはそのキックスケーターと、まあ、同じようにというか、三輪車、電動三輪車、これは流行るぞっていうんで各社もう力入れ始めたってことですね。まあでもなんか流行りそうな気がする一方で、なんか事故とか増えそうだなって気しますよね。なんか一時期それこそまだ別に電動でもなんでもないですけど、キックスケーターみたいな流行った時に、なんかやっぱ事故結構起きてましたよね。こう結構スピード出るじゃないですか、下り坂とかだと、あれでこうやっぱり歩いてる人とぶつかっちゃったりとかっていうの結構あるんで、そこ怖いですよね。でこの小型電動車の市場はですね、電動スケーター中心に新興企業が先行しています。業界大手の中国企業セグウェイ9ポット、こちらが7月に日本仕様の新型電動スケーターの最新モデルを発表。一方で事故が相次い
に厳しい視線も向けられているということですね。電動スケーターとの競合もありますけども、今森永さん指摘のこの事故、これも心配ではありますね。そうですね、だから逆に言うと、はい、なんか保険会社とか狙ってそうだなって今ちょっと思いましたね。だいたい事故が増えると、はい、保険会社がそれに合わせた新しい保険を作るみたいな、はい、よくあるんでね、金融マンの目線から見ると、はい、なんかそこに一つの保険マーケットがまた新たにできそうな気もしちゃいますけど ね、となると今例えばその車の保険に入った時に、うん、あの付随っていうのでね、はい、何か自転車保険だとか、あの原付保険だとか、うん、バイク保険だとかいろいろ入ってきますけど、こういうもの入ってくる可能性が、まあかもしれないですね。でも乗らないのにその保険料を負担させられたりしたら、それは嫌ですけどね。嫌ですよね。まあ、あとはだからオプションでね、つけるかつけないか、それも格安な値段でみたいなね。まあ、なんかこういうの乗って気軽に移動したい気持ちもわかるんですけど、はい、個人的にはやっぱね、うん、走った方がいいと思いますね。そうか、森永さんは今ランナーですもんね。そうそうそう、20キロ平気で行くっていうね。走ったらね、はい、痩せることに気づいてしまいました最近。だからもうこれ何度もおっしゃってるってことはやっぱり体験ですよね。やっぱね、食べないダイエットはね、きついんですよ。だからその何でしょう、太ってしまう人って、要はその体質とかで太る人は別ですよ、僕みたいにこう暴飲暴食して太っちゃうようなタイプの人って、やっぱ食べることに結構幸せを感じる人が多いので、食べないでダイエットしようとすると、すごいストレス溜まるんですよ、食べてないことに対して。でそのストレスよりも正直運動して得るストレスの方がちっちゃいので、比較なんだ。そうですね、だから食べたいもん食べて、その代わりそれを消費するために動くって方が、意外とストレスなく痩せるなってことに今年に入ってから気づきまして、でもこれおそらく、まあ、何人か大体の方というと言い過ぎかもしれませんけれども、最初はできるんだけど、ほらよくねダイエットだってリバウンドあるじゃないですか、走ることもちょっとなんか左足ふくらはぎ痛めたってなって、そっからしなくなっちゃったりしませんかね。そうですね、まあでもそういう人のためにこう勇気づけると、私も今でも覚えてますけど、今年の元旦、500m 走れなかったんですよ。250m 走って膝痛くなっちゃって、500m 走ったところでもうハーハー言って走れなくなっちゃったんですよ、はい、でそっから別にランナーとしてのトレーニングなんか何もしてないのに、コツ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 毎日、とりあえず 500m でいいから走ろうとかっていうのをやってって、まあ、今は別に 20km 走っても全然問題ないですよね。ので、そう、とにかくね、まずは少しでいいからやってみると。途中でウォーキングに切り替えようとか、全然いいと思いますよ。あ、いいですか。なんかよくやらない人で、なんかその20分ぐらい継続しないと意味がないとか、なんかそう聞きかじった知識だけを使ってですね、言い訳してやらない人いるんですけど、僕からするとそれただ言い訳したいだけで、1分でもやったら絶対効果出るんですよ、はい、そうやってる時間が1分だから効果がちっちゃくなるってだけの話で、やらないよりははるかにいいんで、はい、いやだから続かない人はまず1分とか 200m とか、そんなもんでいいんで、そこからやっていけばいいな。もうそれでいいと思いますよ、ゆっくりコツコツやってたら、そこから欲が出てくるんですね。でやってるとやっぱ痩せてくと、こう体見てて変化が出てくると、それモチベーションになるし、戻りたくないっていう強烈なモチベーションにもなるんで、まあ、とにかくね一歩目を踏み出す、で無理しない、これが大事だと思いますね。何事もそうかもしれないですね、勉強もそうかもしれないしね、5分やろうみたいなね。いや本当ね、やらないのが一番ダメ、そうか、少しでもいいからやったら変わりますよね、はい、まずは動くってことですね、はい。時刻7時15分になるところです。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。毎日新聞、公共事業使い残し2年連続4兆円台。国の公共事業関係予算に関して計上したものの支出されず、翌年度に回した繰越額、2020-2021年度の2年連続で4兆円台になったことが昨日分かりました。災害に強い地域づくりを目指す国土
強靭化策、この関連費が補正予算で大きく積まれ、消化が追いつかなかったのが主な原因だといいます。東日本大震災の発生に伴って多額の復興関連費、これが計上された12年度を上回る水準となりました。予算の使い残しといえる繰越額、2020-21年度ともに公共事業の関係予算全体に占める割合が3割を超えていて、課題だとの指摘が上がっています。公共事業には景気対策の側面があり、大規模な内容とすることで支持を集めたい政府の思惑もありそうだということなんですね。公共事業関係予算の使い残し4兆円、これは森永さんどうご覧になりますか？はい、これはまずこのなぜ使い残しが起きているのか、はい、そしてどうして4兆円というものの金額になったのかと、ここの背景をちゃんと考えていかなきゃいけなくって、まあ、これ先ほどのね6時台の話ともちょっと関わってくる、まあ、つまりマイナス金利の話ともちょっと関わってくるんですけど、なんでこういう報道をしたいのかっていうところをやっぱこのニュースからも考えていかなきゃいけないんですよね、はい、単純になんか無駄な予算を組むなとか、財政が危ないのにこんな無駄遣い許さないとかですね、やっぱ公共投資は無駄なんだとか、こっちに持っていきたいだけなんじゃないのっていう気がするんですよ、じゃあなんで4兆円残ってんのっていうところを見ていかないといけないよねっていうところが多分これから出てくる話なのかなと思いますね、で国交省はですね、補正予算の決定が年度後半となるため翌年度に執行を持ち越すものが出てくると説明しています。多額の繰越金発生の背景には建設業の人手不足による工事引き受け能力の問題、これもあると見られています。中小企業基盤整備機構の調査ですと、建設業の従業員数に関し過剰から不足を引いた4年の4月から6月でマイナス30を超え、多くの企業が人手不足、これを感じている状態です。建設業界の人手不足、こういうことなんですね。そうですね、結局そういう意味で言うと働く人の待遇、まあ、これは賃金も含めますけれども、そこをどう、まあ、改善していくのかとか、そっちの話を従来はしていかなきゃいけないんですよね。でこの水害とか、これも6時台のニュースにちょっと絡みますけども、水害とかでね、まあ、インフラが老朽化しているところに水害が来たりして発電ができなくなったりとか、であと地震もね、まあ、必ずと言っていいほどこの後、まあ、いつかわからないですけど来ますから、まあ、それに備えなきゃいけない、つまり使う先なんていっぱいあるわけですよ、日本の中には、じゃあなぜ使えないかっていうのを考えたときに人手不足って話になって、じゃあどうやったら魅力的な環境を作れるんだっけっていう方に本来は議論を振り向けなければいけない、ただこういう系のニュースを見ていると、だいたいなんかよくわからん学者がですね、この後ろにコメントを必ずつけていて、無駄遣いをすんなと、日本の財政赤字はこう非常に危険なものだみたいなコメントをつけて記事がちゃんちゃんってこう終わるわけです、そうするとこう流し読みしてると、ああやっぱ公共事業って無駄が多いからダメだと、いらない道路作ったらダメだみたいな話になって、でさらには日本の財政が問題だから税金は上げなきゃいけませんよねっていう、要は結局そっちじゃんっていう話なんですよね、だから建設的な議論はそっちじゃなくて、じゃあどうやったら人材不足解消できるんですか、だって使う先はいっぱいあるんだからっていうところを議論しなきゃいけないわけですよね、となると今森永さんもおっしゃいましたけれども、この建設業界の人手不足解消するというと賃金アップだとか、そうですね、もうまずはそこだと思いますよ、実際私の周りにもちょっとこう建設系の、まあ、そんなに大きいところではないんですけども、会社経営してる知人がいて、最近はやっぱりその給料がそんなに高くない関係上、外国人労働者がかなり増えてきているっていう話をしているんですよね、だからやっぱそこの賃金どうやって上げていくのかっていうところを議論していった方がいいんじゃないかなと思いますね、まあ、この浜松町会話の、ね、近辺、まあ、一部に限られてはいるとは言うものの、やはり外国のこの作業をする人いますもんね、結構そうですよ ね、私もこの間近所の家が取り壊しあったっぽいんですけど、その時働かれてた人は解体業に結構多いですね、
なんか日本の方は僕見なかったですね。ちょっと国籍はわからないですけども、はいはい、海外の方だったなっていうのを覚えてますね。ですからこうやって賃金を上げていくということも大事だということなんですね。こういったところでも改めて、うん、はい、続いてはこちら、日経新聞、ニューヨーク原油先物半年ぶり安値。原油の国際価格が下落基調を強めています。指標となるニューヨーク市場の WTI 原油先物 のこの貴金物、こちらはですね、15日1バレル 89.41 ドル、前の週末に比べて 3% 下落しています。で、一時は86ドル台後半まで売られ、2月上旬以来の安値をつけました。今は1バレル86ドル87セントということですね。中国やアメリカの景気の懸念、これが改めて強まって、原油の需要が抑制されるという見方が強まりました。中国では15日7月の工業生産高、小売売上高、こちらが公表されました。前の年の同じ月に比べると増加率6月を下回っています。中国人民銀行、中央銀行にあたるところですけれども、こちらが市中銀行に1年間資金を融通する中期貸出制度の金利、これを引き下げたことも景気不安を強めたといいます。アメリカではニューヨーク連一方の銀行がですね、15日に発表した8月のこの製造業調査で、景況指数が前の月から大幅に悪化して、新型コロナウイルス感染拡大で経済活動が停滞した2020年4月に次ぐ落ち込み幅を記録しました。原油高の影響もありまして、アメリカではガソリンの消費量が抑制されていて、景気後退による原油需要の減退への警戒感、これが一段と強まったといいます。アメリカと中国の景気後退、これについては森永さん、いかがでしょう。はい、まあ、中国に関してはゼロコロナの影響、ゼロコロナ政策の影響大きいなって話なんですけど、まあ、アメリカも実は経済指標を細かく全部見ていくと、やっぱこの利上げの影響っていうのは明らかに出てるよねと。で、まあ、例えばどこからそんなことが見えるのかというと、不動産価格、まあ、住宅価格指数ってやつが、まあ、少しずつ落ちてき、伸び率が頭打ちして鈍化してきているっていうところと、まあ、あとはその製造業に関する指数見てても、在庫が足元で積み上がってきていたりする。で、これミクロの目線で見ても、結構いわゆるテック系のテクノロジー系の企業が求人をちょっとストップしてたりとか、はい、まあ、一部会社ではもう既に、まあ、レイオフというか解雇始めたりしているので、はい、もう明確にこう景気が減速してきているっていうのはもうデータで見えてるんですよ。はい、だこの米中っていう、まあ、この 2つの大きい経済大国の、まあ、成長が同時に減速していってるっていうのが、あの先ほど来触れているですね、まあ、こういう原油価格の下落にもつながってきてるんじゃないかなという感じですよね。はい、でこの WTI ですけれども、6月まで100ドルを上回る局面目立っていたんですが、7月以降ですね、需要悪化懸念から売りの圧力が強まって、最近は90ドル近辺、こちらを中心に推移しています。でウクライナ戦争の長期化など不透明要因が多いだけに、今後も不安定な値動きが続きそうだと出ております。物価高が加速する中、原油価格の下落、これ今後のこの経済にはどう影響していくんでしょう。そうですね、まあ、その原油価格自体が下がるというのは、はい、まあ、経済にとってはいいことのように感じるかもしれないんですけども、ただちょっとこれ冷静に見なきゃいけないなと思うのが、はい、例えばアメリカの消費者物価指数ってこの間発表されたのが 8.5% なんですね。はい、でその前の月が 9.1% なので、はい、そこからまあ下落というか伸び率が鈍化したので株式市場とか交換してるんですけど、冷静に見なきゃいけないのはそのコアの CPI、はい、アメリカでいうコアっていうのは日本でいうコアコアみたいなもんなんで、まあ、食品とエネルギー除くと、はい、アメリカの消費者物価指数で 5.9% で、はい、実は前の月から変わってないんですよ。はい、だつまりそのエネルギー価格が落ちただけでしょっていう話なんですね。でそれ以外見ていくと、実は、まあ、コア CPI が変わってないのと一緒で、なんか住居費とかってアメリカの場合ずっと伸び続けてるんですよ。はい、
で今ってその消費者物価指数のウエイトで見ると4割近くが住居費が占めていて、住居費ってその野菜とかみたいにこう変動しないものなので、じわじわ上がっていると、それって結構高止まりし続けちゃうんですね。はい、だからそのアメリカの例えば CPI を見た時に、なんかもう鈍化してるじゃないかみたいな、インフレ終わったんじゃないかみたいなことを言う人いるんですけど、内訳ちゃんと見ると、それエネルギーが下がってるだけで、それ以外のベースのインフレって、むしろちょっと上がってんじゃないのぐらい。そうなんですね。だからこれって国民の、まあ、アメリカ国民の消費とかには思いっきり影響を与えていく、はい、だからその今すごく FRB 側って金融政策非常に難しいんじゃないかと思っていて、確かにインフレのそのヘッドラインとかトップラインですね、 9.1 が 8.5 になった、はい、これを見ると確かに鈍化してるけど、エネルギー抜いたら変わってないし、なんなら住居費ちょっと上がってるしみたいなところを見ると、はい、さっき私が言った通りに景気自体は減速してるの明らかに目で見えるけど、はい、物価自体はエネルギーを除くとまだそんな下がってないんじゃないのと、はい、この中でじゃあインフレを退治するためには金利を上げなきゃいけないけど、経済自体は若干スローダウンしているっていうのは明らかに見えている、だここの今綱引きというか、どこまで金利を引き上げていくのかっていう非常に難しい綱渡りをしている状況にあると、はい、逆に言うとこれ失敗すると中国以上に減速するリスクっていうのは当然出てくるよねっていうところだと今思うんですよね、だからこの聞かせすぎてもダメだし、だからすごくややこしい、難しいんですね。だからその原油だけが下がっているところに目を向けてしまうと、はい、あ、なんかもう金融緩和引き締め終えていいんじゃないかみたいな、はい、でもよくよくエネルギー以外のところ見てみるとじわじわ上がってますけど大丈夫ですか、みたいなところもあるっていうところは、やっぱ経済のデータを細かく内訳まで見ていくとちょっと違うシナリオ見えてくるんじゃないかなっていう気がしますよね、ともっと本当だったら細かい施策ができればいいんでしょうけどね。そうですね、でもそれがなかなかできない、難しいとこですねこれね。いやだから結構会見とか見てても、なんかちょっとイラついてる時ありますよね。なんか前もあのリセッション景気後退じゃないかみたいな話の時に、いやこれはもう景気後退じゃないって話をして、それでも記者がしつこく言ってたら、この会見場は景気後退の定義を決める場所じゃないみたいな、ちょっとイラつくみたいな、そこはやっぱそういう背景があるのかなって気がしますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、アメリカ国債需給不安が後退。アメリカの長期金利6月をピークに安定した推移が続いています。税収の上振れなどに伴う国債の発行減に加えて、アメリカ国外の投資家がアメリカの国債を積極的に積み増しているためです。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会が量的引き締めを来月から2倍に加速するのを前に、国債の需給に不安が生じる状況は起きていないと言います。アメリカ長期金利の伸び悩みが世界のこの株式市場などの好転にもつながっているということのようなんですけれども、森永さんこれいかがですか。まあ、そうですね、一時期はその金利が上昇していき続けていて、10年債でもね 3% 普通超えてくると、まあ、いうところ、6月の半ばとか確か 3.5% ぐらいまでいってましたもんね、はい、またそれが株式市場にとっては悪材料だったということなんですけども、今 2.7% ぐらいで落ち着いているので、はい、まあ、ちょっと足元の株式市場の強さにつながっているというところですよね、はい、この長期金利が伸び悩む理由ってのはこれは何なんですか。まあ、伸び悩むって言い方が正しいのかちょっと分かんないですけれども、ただ一つあるのはアメリカの財務省が国債発行を減らす方針っていうことになってるんですよね、でなんでそれを減らすのかっていうと、まあ、その税収が伸びてると、個人所得税とかが伸びてるっていうのが一つ背景としてあるんですよ、でこのニュースから私たちが思わなきゃいけないのは、はい、要はアメリカってコロナ禍で思いっきり財政出動をかけたわけですよ、はい、でその結果何が起きたかっていうと個人所得税とか税収が伸びたわけです、はいはい、で結果的に今言った通り国債発行を減らしてるわけです、はい、だからこれをやれよって話なんですよ。そうか、そうですよね。だって日本の人たち、日本の人たちっていうとちょっと主語が大きいからよくないですけど、一部の人たちは、はい、日本はね財政問題がやばいやばい騒いでて、国債発行これ以上すんなみたいな騒いでるわけじゃないですか、でもアメリカは財政出動ガツンってやったから、はい、税収が伸びて結果的に国債発行減らしますよっていう話になってるわけですよ、日本って何やったかっていうと、いや財政破綻するって言って財政出動しない、はい、でもなんか税収だけは、ね、伸びましたよね、はい、
そうでした、伸びましたね。で今そのね、国債をあんまり出したくないって言ってますけど、はい、やり方がなんかもうちぐはぐなんですよ、もっとバコンって出してれば、さらに税収増えてたわけだから、効果あった。結果的にその財政赤字がって言ってる人たちの懸念も消えてたはずなんですね、はい、でアメリカうまくやってるわけですよ、だ今回このね利回りの話とか見てても、いやアメリカちゃんとやってるから結局こうなってるんでしょ、そうですね、って話、日本もどんどん出せばよかったのに、結局なんかもう今はコロナが少しね、その第7波とはいえ、はい、重症者とか死亡者とかの観点から言えばそろそろこうピークアウトしてくるってなってきて、はい、もうなんかちょっとコロナ第7波終わったら、おそらくその増税だとかそっちの話にどうせ行くじゃないですか、はい、6時にちょっと触れましたけどね、子ども保険とかわけわかんない、そうです子ども保険、ね、言葉使いながら、はい、いやだからちょっとこのアメリカをね、ここは見習えよと思いますよ、本当に、はい、続いてはこちら、朝日新聞、毎月決算型投資再び脚光、運用収益から分配金がこまめにもらえる毎月決算型の投資信託の人気が復活し、新たな投資が解約や償還6年ぶりに上回っています。かつては十分な収益を上げられず元本を削ってまで分配金を出す手法、これが問題視されて投資家離れていました。この毎月決算型の投資信託というのは、これは森永さんどういうものなんでしょう。これはあの一時期めちゃくちゃ流行ったんですけども、毎月要はその分配金という形で、はい、なんだろう、お金がもらえる、配当される、毎月もらえる、そうなんですよ、まあ投資信託っていうのがあって、まあ要はその年金的なイメージですよね。要はその本来の投資信託って運用してもらってうまく運用できたら、まあ、基準価格といって、まあ投資信託の株価みたいなのが上がっていって売った時に儲かるっていう話なんですけども、はい、まあ、この投資信託はどっちかっていうとこう毎月、まあ、いくつか分配金入ってくるんで、まあ、なんかこうお給料みたいな感じになるから、年金の足しにはいいかなっていう感じで、結構高齢者が一時期買いまくってたっていうのがこの毎月決算型っていう投資信託ですね、はい、でかつては投資家が離れていたってことなんですけど、なんでまたここで脚光を浴びてるんですか。忘れたんじゃないですか、なんで投資家が昔離れたのかっていう、そういうことですか。だからこれ多分ちゃんと背景を説明しないと分かんない人いるかと思うんですけど、毎月お金もらえんならいいじゃんって皆さん思うかもしれませんけど、はい、これがなんで一時期投資家がやばいって離れたかっていうと、いわゆるねタコハイっていうのやってたんですよ。タコハイ、タコって自分の足食べちゃうんですよね、はい、でそれと同じことやってて、100万円出資してもらった、そのうちの10万円をこう毎月配当を出していたっていうのがこの毎月分配型のやり方なんですよ。ってことは確かに毎月お金もらえてるけど、それって単純に運用してねって渡したやつを取り崩して渡してるだけだから、分配金はもらえてるけど、その分投資元本減ってんじゃねえかっていう話、でそこをちゃんと説明しないで売ってた営業員がいっぱいいたわけですよ。だ例えば100万円も預かってて毎月極端な話10万配当出していれば、毎1年で120万配当もらえますみたいな、極端な話すると、はい、そのお得じゃないですか、100万入れて120万ももらえるんですかみたいな、でもそれって別に運用がうまくいってるからそれやってんじゃなくて、タコ足配当してるからっていうだけなんですよ。でだからそんなズルして利回り高い商品みたいにして売るなっていうことで、高齢者が引っかかりまくってたんで一時期ダメよっていう、でそう SNS とかでもこんなやばい商品ダメだっていうのが出たので、まあ、一時期みんな離れたんですよね、ただやっぱ喉元すぎりゃなんちゃらでまた再び、またですか、毎月もらえるんすかみたいな、だから気をつけなきゃいけないのはこのタコハイしてないかっていうのをちゃんと見なきゃいけない、ちゃんと運用して出た利益を分配してるのか、単純に投資元本を取り崩して配当してるのか、これをちゃんと個人が見極めて、この商品は買っていいかどうかっていうのをやらなきゃいけないですよね。それはちゃんと見せなきゃいけないものなんですか。まあ、本来はレポートとか、あの契約前の締結書面に書いてあるんで、そういうの見りゃ分かるんですけど、まあいちいち個人は見ないですよね、めんどくさいし、今森永さんおっしゃったみたいに、その毎月決算型投資家が運用収益を分配金として受け取るため、収益を元本に上乗せして運用して増やす複利効果、これが得られないと、分配金で利益を得るたびに税金がかかる上、分配金ファンドの純資産から支払われるので、その分基準価値が下がるということも、だまさにタコハイしてるってやつですよね。そういうことなんですね、でしかもこういうのを実現するため結構
高金利通貨の商品やってたりするんですよ、はい、トルコリラとかブラジルレアルとか。あ、そっちの方なんですか。そうすると為替でまたやられるみたいなことも結構当時はあったので、だからダメよって言われて一時期は投資から離れてたんですよね、ただ結局それも一巡しちゃって、はい、またその当時を知らない人たちは食いつくのかもしれないですね、新鮮な気持ちでですか。まああとなんか年金不安だとかインフレがとかあるでしょうからね、売りやすいっちゃ売りやすいですよね。はい、注意が必要ということですね、うん、はい、時刻7時35分です。時刻7時36分です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞から、アメリカ投資ファンドのサードポイントがアメリカウォルトディズニー社への攻勢を強めているというニュース、3月までに手放したウォルトディズニー社の株、改めて取得して事業の再編を求めました。名うてのアクティビスト、物言う株主が娯楽の優にですね、圧力をかける背景からはインターネット動画配信サービス、これが転機を迎えていることが浮かび上がってくるといいます。日本のセブン&アイホールディングス、ソニーグループに非中核事業の分離を迫ったサードポイントがディズニーの経営陣に圧力をかけるのは今回が初めてではないと。アメリカメディアによると2020年におよそ1200億円相当のウォルトディズニー社の株を取得、その後全株に売却に踏み切ったんですが、改めて同じ規模の株式を購入した模様です。で、最も狙いが違うと、2年前は配当を中止して動画配信サービスへの投資を増やすことを求め、ディズニーも19年に立ち上げたディズニープラスの拡大を優先しました。で、その結果22年4月から6月期の会員数というのがですね、前の年の同じ期に比べて 31% 増の1億5210万人に増え、スポーツのこの ESPN プラスなど傘下の配信サービスの会員数、単純合計合算するとこの先行したネットフリックスを上回ったということなんですね。まあ、こういうニュースが入ってきてるんですが、森永さん、これはどうご覧になりますか。はい、なんかこの物言う株主って嫌われるんですけど、日本では、はい、でもこのケースは成功してて、あ、これうまくいってる、はい、うん、2年前にその配当一旦やめろと、その代わり配当に使ってたお金を、はい、動画配信サービスやれっていうことで、ディズニープラスの拡大やらせて、結果的にコロナが来たので、まあ、ここが思いっきり伸びたわけですよね。はい、で、今回の提案っていうのはどっちかっていうと、はい、コロナがもう収まってくると、はい、逆に今度その家の時間、おうち時間が減るから、そうするともう動画配信系のサブスクって逆に競争が厳しくなるんじゃないの、一定の料金払うやつですね。そうですね、はい、っていうところで、はい、逆に今度事業の見直しをした方がいいということを今度株を取って迫っていると、はい、だそういう意味ではその前回のね、ディズニープラス拡大しろよっていうのはまさに、はい、まあ、コロナを予測してたわけじゃないでしょうけど、ドンピシャで当ててるわけですから、はい、まあ、確かに今回のこの提案も、なんか巣ごもり消費の反動を考えると意外と正しいのかもなってちょっと思いますよね。これ普通中で考えることでもないんですか、そのディズニーの中で。いや、でもやっぱね、社内だとこう、いろんなしがらみとか、これまでやってきたもので、ね、例えば社長の肝入りとかに対して言えないじゃないですか、下の人たちって、はい、それを外部の圧力でオラーってやってくれたりもするっていう、だ時にはいいやつになるケースもあるんですよね、動くきっかけになる可能性が、はい、当たればだからいいってことですね。で、このケースは今回当ててるんで、そうか、そういう意味では今回ちょっとまた期待できる話かなって思ったりもしますよね。そうですか、はい、で これをだから飲むか飲まないかみたいなもんですか。そうですね、だから飲ませるために株を一気に取得していってるってことですよね。はい、はい、時刻7時39分です。この後は武田鉄矢、今朝の三枚おろしです。おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。
中国が沖縄県尖閣諸島周辺や台湾海峡を含む東シナ海で設けた禁漁期間が昨日明けて、福建省では大量の漁船が出港しました。地元政府、漁師らに日本の尖閣諸島周辺には行かないよう指示をしているようです。台湾海峡に面する福建省の港からこの漁のですね、解禁に合わせておよそ1000隻の漁船が東シナ海に向かいます。解禁にあたって地元政府、尖閣諸島周辺や敏感な海域での操業を禁じると指示して漁船の監視を行います。2016年、漁の解禁とともに数百隻の中国の漁船が尖閣諸島周辺に押し寄せて緊張が高まりましたが、日中国交正常化50周年来月に控える中、中国としてはさらなる関係悪化を避ける狙いがありそうだということなんですね。中国政府、尖閣に行くなと言っても、この行ってしまう漁船というのがどうしてもいるそうなんですけども、これ両国のトラブルにならないかどうかっていうのはこればっかり分かんないですもんね。でもこれ本当にどこまでが本当なのかよく分かんないっていうか、その、はい、行くなよ行くなよって言ってはいるけど、実際には行っちゃえみたいな、押すなよ押すなよみたいなもんですか。そうそうのパターンもあると思いますし、はい、あとはその どこまでが本当の漁船なんだよっていう問題もありますよね。グレーなね、だってなんか過去にはありましたよね、なんか漁船なのになんか重火器が積んであるみたいな、なんか民兵みたいなね。だから本当にこの何を信用していいのかっていうのが正直わからない、はい、その少なくとも過去の動きだけを見てしまうと、とても言葉通りに全て受け取っていい相手ではないということは、これは間違いないと思うんですよね。そうですね、それで何かことが起きて抗議すると、いやそれちょっと民間人がやっちゃったことですみたいな言い訳をする可能性だってあるわけですよね。そうですよね、だって今までだってそうだったわけじゃないですか。そうですよね、これは漁船なんですと。そうだ、はい、いやだから本当にこれは困っちゃいますね。そうですね、今でも頻繁に来てるわけじゃないですか。はい、いやだから本当にこれ特に今ね、台湾の件でピリピリしてるのもありますから、このなんかちょっとこうなんだろうな、不測の事態っていうのが、必ず起こらないとは言えない状況、ね、一つ設定されたのはグレーゾーン有事って言ってね、それこそ今森永さんおっしゃったみたいに、この民間を装った漁船が尖閣上陸して、言ってしまえば兵隊なんだけど、はい、それが占拠する、じゃあその時どうするんだっていうようなケースだってあるわけですもんね。だって見分けなんかつかないじゃないですか、はい、どう考えたって、で何かこちらも防御に入れば民間人に何をするみたいなことを言うわけですもんね。はい、そうですよね。その時の対処の仕方ってのはもうあらかじめ、もうある程度は考えてると思うんですけどもね。はい、はい、そしてこういうニュースもあります。超党派の議員連盟日華議員懇談会の古谷会長、自民党の古谷圭司会長が22日から24日の日程で台湾を訪問する方向で調整に入りました。蔡英文総統や防衛当局と会談し結束を確認する予定です。議員は死去した安倍元総理が生前に顧問を務め、外交関係がない日本と台湾のパイプ役を担ってきました。でこの今年3月に東京都内で開いた議連総会で安倍元総理が蔡英文総統とオンラインで対談しました。中国を念頭に力による現状変更の試み決して許してはならないという認識で一致していました。古谷氏、蔡総統との会談で10月10日の建国記念の日にですね、合わせた議連のメンバーの台湾の訪問や日米の議員とのその台湾のこの立法委員ですね、国会議員による戦略対話、これを行う方針を説明すると、台湾への関与を続ける姿勢、これを強調する考えだということですね。この超党派議連の台湾訪問ですけども、これは中国はどう出てくるかというところも注目ですね。これは一つの刺激にはなってしまうと思いますね、やっぱりその秋の党大会で、異例の3期目を狙っている習近平というところで、結局残念ながら経済の方ではゼロコロナ政策が、明らかにこう経済的な観点で見れば失敗に終わっているわけですよね。この中で
なんとか3期目をってなると、外交でも舐められてるのかっていうのはとてもじゃないけど許せない、はい、なので、まあ、大規模な、まあ、軍事演習をやって、まあ、ある意味抗議の姿勢を見せつけていると、はい、まあ、いう中でこの立て続けに台湾訪問っていうのが日米で行われると、はい、まあ、またね軍事演習をさらに拡大していく、で我々気をつけなきゃいけないのが、はい、軍事演習をする大義名分を与えちゃっている、これによって台湾の侵攻っていうのが、はあ、まあ、ちょっとより角度が上がってしまうっていうところはちょっとケアしなきゃいけないんじゃないかなと思いますよね、はい、今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんでした。森永さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。